Je m'appelle Nathalie Shimada. J'habite au Japon depuis 12 ans maintenant. Et j'ai rencontré il y a un an le professeur Seiko Ito, qui est avec moi aujourd'hui. Et mon mari est acupuncteur. Et il a réussi à améliorer la vie de ses patients grâce à sa méthode. Donc aujourd'hui, je voudrais vous le présenter. Après avoir commencé à regarder les vidéos qu'il a mises sur YouTube de ses ateliers et d'autres stages, j'ai commencé à y participer moi aussi. Mes problèmes de santé, physiques et psychologiques, se sont vraiment améliorés. Donc, il y a quelques semaines, j'ai commencé à traduire ces vidéos en français. Et vous pouvez les voir sur YouTube, sur la chaîne Canal Français. Et comme je le fais sur mon temps libre, ça prend un peu de temps, mais j'ai pour projet de vous présenter son rôle ici, de le faire aller en France. Et je cherche quelqu'un qui serait capable, qui serait disponible pour organiser des séminaires pour les professionnels dans le domaine de la médecine alternative. Et donc, ce que l'on cherche à faire, c'est trouver des gens qui soient capables ensuite, après lui, de maîtriser cette méthode d'Okunon. Et c'est avec moi que vous pourrez prendre contact et lui poser vos questions. Mon adresse électronique est à la fin des vidéos que j'ai traduites. Je vais maintenant lui poser quelques questions. Itō-sensei, shitsumon wo shimasu. Mazu, jiko shoukai wo onegai shimasu. 私は日本で生まれた在日韓国人です。日本の教育を受けてきました。日本の教育を受けていく中でいろんな疑問に出会う中で、本当はどうなんだろうということの追求を中学時代から始めました。それは人の幸せだったり生き方だったり満足だったり健康だったり家族だったりまた愛についてというものに対して自分なりに追求していきました。それは日本においてはみんな一緒、誰もが一緒という教育が中心ですけども、私はそれに対して早い段階から疑問を持って一人一人全然違うんだということの上で追求してきました。そんな中で医療においてそれは病気症状、それも現代学現代医療でよくならない難治な病気症状というものに対しても一人一人全部違うんだ、一人一人が原因が違い、また一人一人が元とつながっているということが分かってくる中で、その人の元に問いかけることでどうしたらいいかということが分かるんだということを突き止めました。それを毒のという言い方で医療者を対象に40年以上日本において指導してきました。最近は海外において9月はブラジルでその指導を行ってきました。またこれからは世界各国で指導していきたいとまた思っています。分かりました。その毒の方はもう少し詳しく説明できたらと思います。毒のは日本語で、発音するんですけども、漢字で書くと、読む脳ということになって、要するに脳の情報を読むということになるわけですけど、脳の情報を読むということを西洋医学的に考えたときに肉体としての脳というふうになると、それは全く意味が違って、それは医師が詳しいかもしれないけども、その人の存在する意味とか今まで生きてきた過去の問題とか、あるいは現在のいろんな人間関係とか、また未来将来のことについての情報とかというのは全て脳に既にあって、その
あるにもかかわらず今病気になったり人間関係がうまくいかなかったり人生も面白くない幸せでないというふうになってしまう。それはどうしてなのかと考えた時に自分の脳の情報が読めないことで結局そういう結果が出るんだということになってるみたいで、であれば自分の脳の情報が読めれば自分の人生自分の幸せもそれで掴むことができるじゃないか、病気症状に対しても自分で良くすることができるじゃないかということで脳の情報を読むという研究を始めたわけですけども、脳の情報というものが一体何なのかを研究していくと全ての人に入っている脳の情報はほとんど一緒でした。ほんのわずか人一人が違うというのはあるんですけども、ほとんど 99% はほとんどが一緒でした。ということはその 99% が一体何なのかを知ればあと 1% ぐらいその個人について興味関心を持てば知ることができるわけですから、だから熱心にやったのは 99% つまり真理ですよ。地球はどうしてできたのか、宇宙は、そしてどうして人類が誕生したのか、そんな全ての真理を追求していった時に一番最初のスタートがあるんだと。人間のスタートもあれば地球のスタートもあれば宇宙のスタートが、この全てのこの空間のスタートがあったんだと。それが全てのスタートであれば人間の脳の情報も全てそこにあるということで、そこを突き止めたわけです。その社会、生きてる社会の国とかに関係なく、その情報が関係ないです。人間的な、情報、元の情報ですね。そうですね。国によっても関係ないし、男女によって関係もないし、年によっても関係ないし、また関係なく一番最初に人の今現在住んでる地球に住んでる人は全てホモ・サピエンス、ホモ・サピエンスの全ての情報はその元にあるということを、まあ、私は突き止めたわけです。で、その読のをしてその後は良くなるようにそのアジャストも研究されて、そのアジャストのことをちょっと説明できますか。病気の原因は元に聞けば分かるわけですけど、その病気の原因は本来の自分、元から出てきたという自分が自分らしく生きてない、本来の自分で生きてないということのサインなんだと。病気症状はだから病気症状を医学的に肉体に対して良くするという考え方はもうそもそも人を相手にしてない。人を相手にするということはその人の存在する意味理由必要っていうのが少しでも脅かされているというところから入るべきであって、ということはその人に対して挨拶をするということは肉体に対して行っているわけではなく、病気という現象に対して行っているわけではなく、その人が自分らしく生きてなくて、そして幸せを持ってないということは何かのトラブルで起こっているんだと、本来はそうじゃないんだというその答えがある。その答えに向かって治療するカードを私とその患者とその元を一斉につなぐ、一斉につないだ時に元からの情報がその人に入る、その入る入り口を探してその入り口に対して適切な刺激を加えると、それが瞬間につながって症状が改善するというのがこの療法ですよね。でその針のツボと違いますか。ツボというと東洋医学でいうツボがあるわけですけども、それはまあ経絡というのがあって、まあ、その中にツボがあるわけですけど、まあ、私自身が東洋医学を勉強して針の資格を持って針の治療もしてきたわけですけども、その東洋医学でいうツボ、これは経験的に行ってくる中で出来上がって、まあ、と整理整頓した時にできてきた、それはどういう病気の時にはどこ、どういう症状の時にはどこというふうに統計的にできた
治療ポイント、それがすごくあって、まあ、それはそれぞれの体の状態を脈等でチェックすることで見つけたもんではあるもんではあるんですけども、私と違うのは、私はその人の存在する意味、理由、必要があって存在している、それが脅かされることでいろんな症状になっているんだという考えですから、だからその人のツボは元にあるんであって、その人の体にあるわけじゃないという考え方からすると、ツボとはかなりかけ離れた考え方だと思います。一人全部違いますね。その時違うし、ですよね。そして結果が出なければ、効果が出なければ意味がないと思います。やはり、あるいは指圧なんかのツボが速攻的にその場で効果があるかというと、決してそんなことがない。ということを見て、私はツボを使ってたわけですけども、まあ、そういう意味においてあんまり積極的でなくなった。目の前で困ってる、辛い思いをしている人に対して、その目の前で瞬間に効果が上がるというものでなければ意味がない。そういうものはその人の脳の中にそれに対してどうしたらいいかという情報があるわけですから、その情報を読んでその場でやることの方がはるかに価値があると思います。で、それを勉強したい人に勉強会を開くんでしたら、時間が勉強したいなって思った人がどのぐらい勉強すれば身につくだろうか。まあ、難しい質問ですけども、私が針の資格を取るのに鍼灸学校に3年間、それは定時制、夜6時から9時まで1日3時間で、毎日ですから、週6日間、それを、4、6、24で3ですから、約1ヶ月に70時間を1年ですから、700の800、約900時間、1年で900時間かける3年、3×27、2700時間勉強して、そして針の勉強して資格も取ったけども、それでじゃあ効果上がってるのかと。いうことに関しては決してそんなことがないということですよ。だからじゃあ同じ時間勉強する必要があるかというと、そうじゃなくて、すでにもう治療医療をやっている人であれば同じようにそういう勉強をしてきていると思いますよ。ただ結果としてそういう勉強をしてきたからといって、その技術を使っているとは限らない。まあ私もそうだし、にもかかわらず全くの素人じゃなく医療を勉強してきたというその時間は持ってると思いますよ。それの上で私の勉強するとすれば、3年もかければ相当の深いところは勉強できるし、まあ、それが1年ぐらい勉強しても、まあ、かなりなところは効果は上がると思いますよ。だから1年勉強すれば、まあ、かなり効果は上がると思いますよ。まあ、実際にフランスに行って講義をするとすれば、土日の2日間というと、まるまる1日7時間で 2日で14時間と、それをどれだけやればいいのか、それはだいたい70時間ですよ。だから5回、土日を5回やると、だから合計10日間ですね、やるとかなりできると思いますよ。はい、プロでやればそれぐらいでかなりできると思いますよ。わかりました。じゃあそれで以上です。ありがとうございました。はい、いいでしょうか。